はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、私が最近、集めてました20年おじオーバーの古いセダンだじ、今日もね1台入荷した車がね仕上がったんでご紹介させていただこうかと思います。これなんだかわかりますか？ここのエンブレムがなくなっちゃった。これボンネットマスコットっていうんだって。ここについてるのがそれがもうなくなっちゃってるんですけども、まあ代わりにねなんかこう S っていうのが入ってるんですけど、後ろから見ないとわかんないかな。正面から見ると、まあどっちかなんだよね。こちらですね、セドリック、日産の Y34 セドリックです。 2500cc 人気なかったね、この車ね。セドリックの最後のモデル人気なかった記憶が非常にありますね。かっこ悪いなってイメージが強くて、なんか人気なかったよね。なんかこうセドリックっちゅうとこのイメージよりもさ、まあグロリアセドリックって、まあどっちかというとやっぱこっち側のイメージが私的には、私今年ね39になるんですけども、免許取り立ての頃20年前、そうだな、友達動画でもやっぱりこの33のセドリックとかグロリア、あと私自身はこれの前までのね32のグロリアをね好きでね、かっこいいなと思って、昔ねヤフーオークションでね車やる前だったんです。昔ヤフーオークションで10万円で買ったなんて記憶があったんですけど、免許取ったね最初の頃さ、まあまあまあいいやそれは。で、まあ、その頃、まあ、これだともうその当時私が免許取り立ての頃もうビカビカのもう超高級車っていう風な位置づけでさ、まあ、お金持ってる人しか乗れなかったよねこの車なんだけど、なんかセドリっぽくねえよな、グロリアっぽくねえよなってイメージで、なんかこうかっこ悪いなってイメージが強かった車でしたね。でもやっぱこうこれ平成11年式の、ね、セドリックだったんですけど、まあ年代が経って年数が経って、まあ自分自身も年を取って、なんか渋さを感じますね。 Y34 セドリック、弾数も少ないような感じだしね、 Y32 とか Y33 からするとちょっとやっぱ弾数少なかったかなって気がするんですけど、でも今になってみるとねかっこいいね、渋い。あの当時はねあんまり憧れなかったけど、今になってみるとかっこいいなって思うね。まあ、最近なんつったらいいかな、このさなんだろうな、やっぱりね自分が昔免許取り立ての時に憧れてた車たちってさ、いろんなのがあったんです。セルシオだったりね、グロリアだったりさ、クラウンはもちろんね、あとシーマがいろんなのあったけどさ、セダン昔ね憧れていろんな高級車さ、かっこいいなぁなと思って見てたんですけども、まあね、まあ、その頃の思い出しながら、まあせっかく私車屋っていう商売やってるんでね、まあその当時憧れてた車たちを今ちょっとね取り揃えてるところだったんですけども、まあ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 また話がずれちゃうな。まあとりあえずこのセドリック、これね平成11年式 2500cc、 なんとまだね7万7000キロでございます。まだまだ距離若いですね。今エンジンかけてたんで、室内もめっちゃ綺麗です。こちら本当に状態非常に綺麗な感じの車なんです。めっちゃ綺麗、前オーナーさんがね大事に乗ってたんだろうなって感じが非常にわかりますね。よいしょ、この34セドリックでここのさパネル部分がベタベタになっててね、よくボロボロになってるのがあるんですけども、まあやっぱ若干はちょっと傷んではきてるけども、でもだいぶ綺麗な方だね。ちょっと消すか、音がどうやって消すんだこれが、エアコンつっちゃった。昔の高級車ってさボタンいっぱいあったのね。セルシオ10系のセルシオなんてもうわけわかんないぐらいもうバラバラってボタンいっぱいあってねセルシオね、友達で乗ってたのいたけどさ、何をしていいかわかんないよね。この34クロリアだとまだここまでボタンもすぐ多くはないからね、これわかりやすくいいけど、まあいいや、いいね。非常に距離が7万7000キロですね、約ね。状態がいい。よいしょ。エンジンが、よいしょ。はい。Vlog 2500cc ね。エンジンルームも非常に綺麗です。これといって、おかしなイオンしてる感じでもないし、
いいんじゃないかな。平成11年式の車だからな、23年おじ。すごいね、23年経ってる車には見えないぐらい綺麗に見えますね。大事に積んだなって感じ。ちょっとこの辺のスリーヒーズ目立つの、足元とか腹部の方が、あとはね、あるね。でもこれでいって大きなペコってダメージもなさそうだし、この辺ちょっと塗装おかしいかな。まあ年式なりだね、年式なり。でも状態的には非常に古い車としては綺麗な状態で保たれてるなって感じですね。まあ、まず77,000km、距離が少ないだけっていうわけでもなく、エンジンもね調子非常に良さそうですね。ほんと静か。まあ、一応ねこの車今回、車体価格を46万円で販売させてもらおうかなと思ってね、本日仕上がったところでございます。かっこいいな Y34 セドリック。これ昔ね、最初この動画の最初にさ、私が、まあ、20歳ぐらいの時にさ Y32 のグルリアヤフオクで10万円で買った記憶があるのって言ったけどさ、昔々こういう車一桁台とかの時代あったのね。本当この商売って言うとさ、こういう風なセドリックとか33もほうだけどさ、1号クラウンなんかもほうだったしね。いや需要が全くなくてさ、本当にあのゴミのような扱いされてる時代があったな。昔私が車屋をやり始まってもう15年経ってるんですけども、何台も潰してるね。こういう風な17クラウンもスクラップに頼んだの何回もあったしね、1号クラウンなんかもほうだね。こんなのな、安く付けといても売れなかったの。全然今になってちょっとずつちょっとずつ値段の方がさ、じんわりじんわり上がってる感じですね。まあ、輸出の絡みもちょっと関わってるような感じはするんですけども、輸出の絡みと、まあ、あと私みたいな今のね、40代50代世代になってくると、まあ私も30くだけどまだ、懐かしくて欲しがる方もねちらほや出てきてたりさ、あとうちのピースで私の甥っ子でガクトね、あ、甥っ子ガクといるんですけど、あいつやっと二十歳になったんですよ、ね、この間二十歳にやっとなったんですけども、あいつのねお友達とかでもさ、こういう風な昔の車を好んで買ってみたりする子もいたりしてさ、なんかこう時代が回ってるなって感じがしますね。本当に懐かしく感じてさ、で今、こういう風な車、まあまあなんで、まあ、まあ値段もねこうやって今ちょっと上がってきてるところではあるんですけども、今輸出の軽み、私分かんないよ、私もね、こうやって商売をやってるけども、なんで値段上がるのか分かんないんだけども、需要と供給のバランスで値段ってものはね決まってくると思うんですけども、間違いなく今値段はどん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 上がってきてる状態でしたね。と思って、まあ、こういう風な車に限らず、普通の富士で売ってるこういう風な、まあ、中古車、あ、まあ、軽自動車ちょっと今傷むいてるけどさ、こっち側にあるねピースではさ、基本的には20万円から30万円車検2年付きで乗り出しのできる軽自動車をメインで取り扱いしてるんですよ、ね、こういう風な軽自動車の方もね、ちょっとずつちょっとずつ値段は上がってるなって感じはするんですけども、まあ、全般的に、物価高の状態になってて、でこういう風な古い車たちも値段上がってるなって感じですね。昔々本当一桁で買える時代があったはず本当に昔々安かったね。はい、すいません、今ねちょっとお客様にね、お呼びがかかりまして、ね、今ちょっと動画止めちゃったんですけども、どこまで喋ったか忘れちゃったんですけど、今、セダンつながりでピースのこの展示場に並べてた車たち、展示場に並べてた車たちの、まあ、メンテナンスの方もやってました。定期的にさエンジンかけたりね、あと内装外装、まあ内装はいいか、外装の方もね定期的に洗ってあげたりさ、ワックスかけたりしておかないとね、え、お客様に来ていただいたときにやっぱ綺麗な状態、まあでも台数がさ正直150台オーバー並べてあります。いつでも完璧な状態にはしておけないんだけどね、なるべく完璧に近い状態にしておきたくてさなかなか現実難しいんですけど、でも時間空いたときにこうやって展示場に並べてる車の方もね手入れかけたりしてました。セダン、この辺のセダンはもう現実的だね。フーガ平成22年式の車体価格78万円のお車ですね。これはもう全くもって現実的な車たち、 LS とかさ GS、ね、まあこんな感じでピースでねセダンコーナー、まあまあ現実的な、まあ、普通の中古車セダンもこうやって何台か並べてあります。
それとまあ私がさっきね動画の撮ってたこのまあネオクラシックカーだと本当はもうちょっと前のモデルのことを指すのかもしれないんですけど、まあ Y33Y32 あたりだとネオクラシックカーって呼ばれる年代の車になってくるのかな。クラウンだったら13クラウンとかって言われるのかな。まあでもこの辺のもね、まあそういう風に呼ばれる頃の車たちだと思います。もうそろそろね、これはもう完全なネオクラシックだね。ディアマンテ、こんなのも並んであります。こんなのも玉数ないもんね。こいつも人気なかったからね、あんまりね。だから玉数の少ない車です、こいつの。このねディアマンテっていうね、このストロム、このモデル、このアドモデルの方がまだあるんじゃないかな、中古市場にも。まあまあこんなのもね並べてあります。ね、一応、これからもまたセダンコーナー、あとネオクラシックコーナーと、いろいろさ増やしていきたいななんて考えておりました。売れるかどうかわかんないけどさ、まあなんだけど、なんかね、車屋としてこうやって商売やってて、他社と何か違いを出していかないとね、こんな時代生き残ること難しいんじゃないかななんて思っててね。で、自分にできることは何なのかと思って、自分の得意なところは何なのかと思ってね、いろいろ考えながらこうやって商売やってるんですけども、ね、基本としては20万30万円のこういう軽自動車、これが一番得意でございます。もう負けない、得意ですライフなんかもうね、もう最高ですね。これはもう壊れづらいし、燃費もいいしね、最高の車ライフ。まあ、こういうのが一番ね、取り扱いしててね、非常にこう慣れてて得意なんですけども。そしてあとは、ね、ただ軽自動車はね、どこでも売ってるし、ね、安い車屋さんも本当溢れんばかりにあるし、何か特色を出そう、ね、そんなことを考えたときに、こういう風な20年落ちオーバー、まあ、ネオクラシックとまではまだ呼ばれないかどうか、まあ、ネオクラシック的な車たち、ね、昔、ね、私たちの世代、私の世代、私の上の世代の方々がね、こう好きで乗ってた車たちってあったろうなと思ってさ。でね、実際オークション相場とか見てても値段の方もじんわりじんわり上がってたりでね、これはなんかこういう風な昔の車だし、なんかこう探してる人いるのかな、ね、人気が出てきてるのかななんてね、そんなことを考えておりました。なんで、ピースで、これからね、ピースのこういう風なネオクラシックコーナー作っていって、少しでも他社と何か違いを出せるような、そんな車屋になりたいななんて思っております。まあやっぱりね、あと自分がセダンが大好きです。本当にね、もうこのセダン、この時代の車たちめちゃくちゃ乗ったりね、買ったりしましたね、昔から、ね、でこう20年25年経ってきて、なんかこうもう一度、これいいなって、こう味が出てきたなって頃の車たちだと思います。10年落ちぐらいだとさ、まあ、ちょうどいい中古車なんですよね。お手頃価格の中古車ってイメージなんですけど、やっぱ20年25年経ってなんかもうね、玉も少なくなってくるし、うわ昔乗ってたわって言われる車たちだもんね、こういう風な古い車たち。まあそんなところで、いろんな車これからもまたまた集めていこうかなと思います。低価格車専門店ピース、こういう風な20年落ち25年落ちセダンコーナー増やしていこうと思いますので、何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。